アメン。アメン。ハレリア。ハレリア。こんばんは。こんばんは、ハレリア。今日はちょっと涼しかったかな。だんだん涼しくなった。ヒカルさん、ハレリア。こんばんは。ハレリア。だんだん涼しくなっていいですね。このぐらいがいいかな。ちょっとだいぶ寒くなってきましたよね。だいぶ寒くなってきましたけど、空は綺麗ですね。まあ、台風の影響もあるかもしれませんが、空は綺麗です。皆さん、なぜ空が綺麗なんですか？なぜ空は綺麗？今真っ暗ですがね、今真っ暗ですが、空は天国を表しますね。空は天国を表しますので、空が綺麗ということは、天国は綺麗なとこだということですね。神様は、空を見せて天国に行くことを、教えたいのです。天国があるんだということを教えたいんですね。天国があるんだ。皆さん、多くの人が元気がないのは天国を信じないからですね。クリスチャンは天国を信じますね。小太郎さん、ハレリア。クリスチャンは天国を信じます。ですから、天国を信じることができる人は人生楽しいですね。人生楽しい。あ、小太郎さん、ありがとうございます。天国は本当にあるんだ。天国は本当にあるんだということですね。私はもうまだ天国は近くないんですけども、もう近いかもしれませんが、本当にワクワクドキドキですね。ワクワクドキドキ。天国が楽しみで楽しみでね。皆さん、聖書によるとですね、後に来る栄光は、後に来る栄光っていうのは天国の栄光なんですが、後に来る栄光は、の比べれば、その後に来る栄光はと比べたら、今の苦しみは取るに足りないと書いてありますね。取るに足りない。兄弟姉妹の皆さんが天国に行ったら、ものすごい栄光を受けるんだという、ね、ものすごい栄光を受ける。その栄光に比べたら、今の苦しみは取るに足りない、小さなことだということです。ですから皆さん、兄弟姉妹の皆さんは天国を信じてますので、人生は楽しいのです。なぜ人生が楽しいかというと、ね、将来があるからですね。希望がある。つまり本当の希望は天国に行くことが本当の希望です。天国に行くことが本当の希望。つまり、天国に行くということを信じているクリスチャンには希望がある、あります。天国に行くということをまだ信じていないノンクリスチャンには希望がないのです。希望がないのです。希望がないから人生楽しくないのです。将来がないと言ったらいいでしょうね。だから希望っていうのは、まあ、将来、永遠の将来ですね。天国は永遠の将来ですから、天国を信じるということは永遠の将来を信じているということで、まあ、それが希望なんですね。それが希望です。それが希望です。はい、はい。それではですね、タイトルいきましょうね。タイトルね、家庭内虐待、ちょっと重いテーマですね。キューちゃんみたいな毎日ニコ生放送するくらい暇な人生を送りたい。いや、大変なんですよ。毎晩放送するっていうのは、これ並大抵のことじゃないんですよ。
まあ役者も入れて6年間ですからね、6年間、まあ毎日じゃない時もありましたけども、6年間ほぼ毎日のようにやってきたというか、これ暇だからできることではないんですね。これはもうなんとか日本を救いたい、なんとか、まあ、リバイバルが起きてほしいという切なら思いでやっておりまして、暇でやってるわけではないのですね。でですね、家庭内虐待なんですが、まず皆さんに質問しましょうね。皆さんね、私はですね、小さい時ね、親に虐待されました。その父親が主乱で、私は DV ですね、ドメスティックバイオレンス、ね、ドメスティックっていうのは家庭ということですね。バイオレンスは暴力、家庭内暴力が DV、 まあ家庭内虐待ということをちょっと使ったんですけど、家庭内暴力の中に家庭内 虐待、幼児虐待、まあ、幼児虐待は幼児に対する虐待です。私は、家庭内虐待を受けましたけど、しかしクリスチャンになって父を許しました、ね、父を許して父を愛せるようになりました。ちょっと皆さんに質問しましょうね。皆さん、まあ、小さい時か、まあ、現在でもいいんですよ。現在虐待を受けた人が1、ね、虐待らしいものを受けたことがない人が2、まあちょっとその判断は皆さんに任せますね。まあ、虐待というほどじゃなければ2でいいんですが、 あれはちょっと虐待だったなと思う人が1ですね。小さい時また現在、虐待を受けたという人が1、虐待を受けてないという人が2。いいですか、いきますよ。1、2の3。おお、結構いますね。 55.5 55.5% の人は虐待を受けたか、また受けている。わー、結構多いですね。結構多い。じゃあ今度ですね、ちょっともうちょっと突っ込んでですね、虐待したことがある、また虐待しているという現在形で、虐待したことがある、または虐待しているという、ね、そういう虐待してる方の、ね、虐待してる方の人は何人ぐらいいるか、ね、虐待してませんという人が2ですね。虐待して、胸これメモ帳ですね。はい、それじゃあいきます。虐待している人が1、いきます。1、あ、これ違った、ごめんなさい。1、2の3。おお、うわお、さっきより多いじゃないですか。さっき 58% ですよ、虐待。あ、まあ多分親に虐待してんじゃないかな。皆さん親に虐待してませんか、ね、そんな感じがしますね。虐待されたから虐待してるという感じがあるかもしれませんね。虐待されたから、小さい時虐待されたから大きくなって虐待してるという、そういう感じがありそうな感じですが、はい。それではですね、虐待された人が 55.5、 虐待してる方が58だとか、58ぐらい、結構多いですね。じゃあですね、なぜ虐待するかというね、これは、まあ、いろんな理由があると思うんですが、はい、虐待してる方、した方、なぜ虐待するんですか、しちゃいけないのになぜするのか、虐待する理由を書いてください。はい、虐待する理由です。はい、むしゃくしゃしている、ストレス、あ、これ多分これでしょうね、ストレスでしょうね。虐待されたからストレスと発散、楽しいから、うわ、虐待を楽しくしちゃダメですよね。復讐、あ、復讐面白いから、あ、かなり病んでるですね。自分を満たせないため、
世界平和のため、サタンの命令、あ、これはピンポンですね。サタンの命令、サタンの仕業、気持ちいいから、あ、これ読んでるな、リバイバルのため、リバイバルのために虐待なんかしないでくださいね。優越感が欲しい、育児放棄で虐待、あ、悪魔の仕業、まあ、そんな感じですね。はい、ありがとうございますね。まあストレスとかね、復讐とか、まあ、いろいろあるでしょうねあのね、もちろん虐待は悪いってことを知ってるわけですね。そのね、知っててもやっちゃう、ね、親に暴力を振られましたが許しました、アメン。小太郎さんは、親に暴力を、振られましたが許しました、アメン。私と同じですね。私もそうですね。私もそうです。私も虐待されましたけど親を許しました。そのね、虐待する心理っていうかな、その虐待するその理由をですね、考えることはとても大事だと思うんですね。そしてまさにそれが、まあ、キリスト教が言いたいことはそこなんだよっていうことですね。キリスト教が言いたいのはなぜ悪いことをしてしまうのかということです。で、まあ、心理学者がいろいろあだこうだね、そのいろいろ説明しますが、でもやっぱり根本的な本質と言いましょうか、それはこの世は知らないんですね。この世は知らない。なぜ虐待してしまうのか、ね、皆さん、まあ、答えてるけど、まあ、サタンのなんていうんですか、サタンの仕業というか、サタンが変わってるというところがとても大事なポイントですが、ちょっと聖書を、ね、一応こうとりあえず出しましょう。この間と同じ場所なんですが、この間と同じ場所、これですね、ローマ7の19、ここですね。私は自分ではしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない罪、悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなくて、私のうちに住む罪です。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなくて、私のうちに住む罪です。ね、私たちは、したいと思う善を行わないで、したくない悪を行ってしまう。これが人間ですね。これが人間。人間というのは罪の奴隷です。罪の奴隷ですから、したいと思う善が行わないで、したくない悪を行ってしまう。つまり、虐待というのは、その原罪と言ったらいいのかな。人間の財政と言ったらいいのかな。その罪が原因で虐待をするんだよ。罪が原因で虐待をするんだよ。罪が原因でいじめがあるんだよ。皆さん、このことをしっかり理解してください。このことがとても大事なんです。もう本当に大事なんです。もう社会のあらゆるところにいじめがあるのです。社会のあらゆるところに、もう幼稚園から老人ホームまでですね、もうあらゆる集団のところにいじめがあるんですね。もうありとあらゆるところに、ありとあらゆるところにいじめがあるのです。それは人間の罪だということですね。このことをまずしっかり理解してください。しっかり理解する。まあ、いじめ、虐待してる人はなおさらわかるんじゃないかな。虐待してる人はね、そうなんですよ。そうなんですよ、キューちゃん。私はしたくないんだけど手が出ちゃうのですよ。したくないんだけど、ね、こうぶっちゃうのですよ。したくないんだけど、口が出ちゃうんですよ。これがですね、とても、その人間の本質を表していますね。まあ、罪は、
虐待、罪はいじめ、罪は差別と言ってもいいでしょう。その虐待が罪だという言い方じゃなくて、罪は虐待というふうに言いたいんですね。なぜ罪が先に来るかというと、つまり罪から虐待が出るよという意味ですね。罪から虐待になるんだよっていう意味で、罪は虐待と言いたいんですね。罪はいじめ、罪は差別、このことをしっかり理解してほしいんですね。しっかり理解してほしい。そしてもちろん解決がありますね。解決、世の中には解決がないんです。世の中にはですね、この虐待いじめの解決がありません。お手上げという感じでしょうね。国もお手上げね、医者もお手上げ。イエス様に祈って悔い改めないといけませんね。アメン。多くの人はこのいじめ虐待にお手上げなのです。お手上げなのです。教育を受けた人でさえ虐待をしてしまうのです。教育が虐待を予防するということもあるかもしれませんが、そうとは限らないんですね。人間の罪という問題を理解しないと虐待は、なくならないのです。私は思うんですね。意外とネットの方はね、虐待された方が多いんじゃないかと思うんですね。皆さんは比較的、虐待された方が多い、まあ、会社で虐待、家庭で虐待、その虐待されたから人間不信になって、虐待されたから、まあ、引きこもるということが多いと思いますね。ですからネットの社会というのは虐待された人たちが多い、そういう感じでしょうかね。そして、虐待されたから虐待するというね、虐待されたから虐待するという、まあ、こう悪循環というのがあるんだと思うんですね。要するに子供の時に虐待された人が、結婚してまた子供を虐待する、その虐待の悪循環、ね、スパイラルと言いましょうか。虐待のこのスパイラルがあるんではないかなと思うんです。どうしていじめてしまうのか。さっきなんかね、こうストレス発散とか書いてありました。つまりですね、そのまあ、いじめとか虐待というのは結局弱いものをいじめるんですね。弱いものね、まあ子供とかですね、老人とかですね、自分より強い人をいじめないんですね。で危ないからね。だからまあ卑怯なんですね。卑怯、弱いものいじめですね。要するに虐待とかいじめっていうのは弱いものいじめということですね。弱いものいじめ、弱いものをいじめてストレス発散という非常に卑怯な考え方ですね。弱い者いじめはいけないという、世の中はもう弱い者いじめだらけですね。もう弱い者いじめだらけ、ぜひ皆さん弱い者いじめしないでくださいね。弱い者いじめしない、つまり弱い者をいじめて発散、ストレス発散、ひどいですね。私も、まあ、虐待されましたから、ね、やっぱり苦しいですよ、痛いですよ、嫌です、怖いですよね。もうビクビクしますからね。もう怒鳴り声でビクビクしてね、こういつぶたれるんだろうか、いつ怒られるんだろうか、もうビクビクしますね。もうなんか父親が仕事から帰ってくるともうビク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 というね、もう本当にこう虐待される心理っていうのは本当に辛いですね。まあ、子供ですからね、なかなかこう訴えることもなかなかできないわけですね。まあ、とにかく、虐待はこれは良くない、当たり前といえば当たり前。それで、結局私が言いたいのは、その罪というものが虐待するんだよということですね。で、虐待された人が今度は復讐で今度虐待するようになる。だからまあ、虐待された人は虐待する予備軍になってしまうということも言えるでしょう。
じゃあ解決はどうしたらいいかということですね。解決は結局はですね、その、したくない悪を行わないような罪の奴隷から解放されるということですが、それがこれですね、8の2ですね。8章2節、ね、なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。つまりいじめとか虐待というのはですね、罪と死の原理だということですね。罪と死の原理、ね、ある若いお母さんがね、私は子供を愛したいんだけど愛せないんだ、子供を本当に小さな子供を自分の子供だし愛したいんだけど愛せないんです、手が出てしまうんです、いじめてしまうんです、本当に私はどうしたらいいんでしょうかというね、切なるこう嘆きと言いましょうか、若いお母さんがそういうことを言ったの聞いたことありますが、そのお母さんも自分が、ね、愛さなきゃいけない、赤ちゃんなり子供をですね、愛せないんだ、愛せない自分がいるんだという、これは本当に、その通りだと思うんですね。その通り、それはですね、罪と死の原理だってね、罪と死の原理で、その罪と死の原理を、原理が命の御霊の原理、命の御霊の原理がですね、解放してくれるということですね。イエス様を信じ、心を強くしないといけませんね。アメン。つまり命の御霊の原理、つまりイエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて御霊、聖霊様ですね、聖霊様を受けます。それは命の御霊と言います。命の御霊、その命の御霊の原理、原理というのはその御霊を受けるとということですね。命の御霊の原、御霊を受けると、罪と死の原理がから解放される、御霊によって、その罪から解放される、罪の奴隷から解放される、つまりいじめなくなる、つまり愛せるようになる、つまり、悪魔の言うことを聞かなくなるということですね。これがクリスチャンの証です。この放送では、毎晩放送してますが、証タイムがありますね。証タイム、その証タイムっていうのは本当にイエス様を信じて変わったという証タイムなんですが、もう多くの人がね、優しくなったとか喧嘩しなくなったとか、まさに罪と死の原理から解放された証ですね。それは命の御霊の原理だということですね。命の御霊の原理がですね、心を変えてしまうんですね。本当に奇跡です。ですから、もう本当にある意味ではもう日本中、世界中の子供たちが虐待されていると言っても過言ではないと思うんです。日本中、世界中の子供たちが虐待されている、これはかわいそう。その虐待されている子供たちを救う方法は伝道しかないんだということですね。伝道することによって多くの人たちの心が変えられて、虐待や、いじめがなくなっていくということですね。虐待やいじめがなくなっていきます。この社会に本当に必要なのはお金ではない、この社会に本当に必要なのは神の愛なんだ。神の愛、人間の愛じゃないですよ。人間の愛というのはコロコロ変わりますからね、すぐなくなっちゃう愛が人間の愛ですね。自己愛、
自己愛は本当の愛じゃないんです。神様の愛は変わらない愛ですね。なくならない愛、エコ引きのない愛なんですね。この社会に必要なのはそのような神の愛が必要なんだ、神の愛が必要なんだ、ね、アメン。でその神の愛というのはイエス・キリストから来るんだ、十字架から来るんだ、イエス・キリストから来るんだ、十字架から来るんだということです。皆さん、多くの人は愛が大事だと言いますね。愛は地球を救うとかですね、みんな愛が大事だということを言いますけど、でもその愛がどこから来るのか、どうすれば持てるかということを知らないんです。人間の愛でいいと思っちゃってるんで、そうじゃないんです。人間の愛は本当の愛じゃないんです。十字架は愛の象徴です。アメン。その愛というのはですね、愛というのは本当に愛が必要だということは、アメン、そうなんです。アイペさん、アメン。その愛がですね、人間の愛じゃなくて神様の愛なんです。神様の愛なんです。神様の愛が、ね、神様の愛が必要なんだということです。神様の愛があればいじめがなくなっていきます。虐待がなくなっていきます。差別がなくなっていきます。皆さんも神の愛で愛される必要があります。また神の愛で他の人を愛する必要があるのです。愛がなければ愛し合うことはできません。愛がなければいじめがあるのです。愛がなければ虐待があるのです。愛がなければ差別があるのです。人間に誰でも誰でも誰でも必要なんです。神の愛が皆さんに必要なんです。私にも必要なんです。私にも神の愛が必要です。皆さんにも神の愛が必要です。すべての子供に神の愛が必要なのです。神の愛が必要なのです。神の国は神の愛が満ちているところ、神の国は愛し合うところなんですね。私がここで伝道している理由はですね、神の国を作るためなんですね。神の国を作るため、皆さんがクリスチャンになって、皆さんがですね、こう愛し合うような、キリちゃんが神から愛されているのは法則から伝わってきますよ。ありがとうございます。伝わってきますか。素晴らしい。ありがとうございます。はい、神の国へ行きたいのです。はい、そういうわけでですね、皆さんが神の愛を受けて、皆さん自身が癒されてほしいし、皆さんが神の愛で愛されてほしいし、満たされてほしいのですね。そして今度は皆さんが、他の人を愛してほしいのです。皆さんが他の人を愛して、神の愛を表して、神の国を、拡大したいのです。皆さん、そういうわけで、この世の問題は、罪の問題だよということですね。人間のあらゆる問題は罪の問題で、その罪の問題を解決する方法は、命の御霊の原理、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて聖霊を受けて、聖霊を受けて、そして、神の愛を受けていくということですね。はい、もうニュース見るとですね、もう虐待、虐待、虐待、いじめ、いじめ、いじめ、差別、差別、差別、ね、もう本当にですね、もう世の中はめちゃくちゃみたいな、もうどれほど、ね、隠れたところで子供たちは苦しんでるでしょう、学校でいじめられてる子供たちがどれほど苦しんでるでしょう、もう自殺しか選択、ね、選択肢がない、もう本当に、中学でも、高校でも小学校でももう死にたくなって、もう死ぬしか方法がない、いじめから、逃れるにはもう死ぬしかないという、切羽詰まったというか追い詰められた子供たちがどれほどいるでしょう、どれほどいるでしょう。皆さん生き地獄ですね。皆さん、それは
まあ、サタンのこのなんていうかな、サタンの、まあ、思うところなんですね。サタンは人を殺したい。だから皆さん、一緒に子供たちを救いませんか。一緒に社会を良くしませんか。一緒にですね、いじめをなくしませんか。一緒に自殺をなくしませんか。まあ、あれですよ、日本の国もですね、自殺防止のためにいろいろやってるかもしれませんが、彼らには答えがないんですね。彼らには答えがない。私たちは答えがあるのです。私たちはいじめを、なくす答えがあるのです。私たちは、その神の愛を持つことができる方法を知ってるのです。子供たちを守る方法を知ってるのです。ですから皆さんの協力が必要なのです。皆さんの協力が必要なのです。皆さんが一緒に伝道して、多くの人に、イエス様の愛を伝える必要があるんだということです。皆さんが必要なのです。それでは英語いきましょうね。英語皆さん勉強になってますか。大宣教命令、マタイ28-20、大宣教命令ですね。今度は20からね、20。 And teaching them to obey everything I have commanded you. And teaching them to obey everything I have commanded you. このコマンドは命令ですね、命令。私があなた方に命令したすべてのことに従うように彼らを教えなさいということですね。これはね、全世界に出てって、弟子を作んなさいと。そして、父子聖霊の名によって洗礼を受けなさいというところまでやりましたが、その後ですね、私が命令した、あなた方に命令したすべてのことを、守るように彼らに教えなさい。つまり、イエス様の教えを教えなさいということですね。まさにこの、伝道放送もそうですね。この伝道放送も結局イエス様の教えをイエスキリストを信じた人たちに教えているということですね。 And teaching them to obey everything I have commanded you. And teaching them to obey. Obey というのは従うということね。 Everything I have commanded you. イエス様の教えをすべて教えなさい。この伝道部屋はイエス様の教えをすべて教えたいのです。イエス様の教えをすべて教えたいのですね。はい、それではですね、お待ちかねの、明かしタイムいきましょうね。はい、いじめなくなった証タイム。いじめなくなった証タイム。虐待しなくなった証タイム。差別しなくなった証タイム。スタート。キューちゃん放送で。ワルコメを打たなくなりました。イエス様のおかげで学校でいじめっ子を注意することができました。ワルコメやめました。コミュ掲示板で批判することをやめました。ありがとうございます。人に優しくないことを恥じるようになりました。アメン、アメン。人に優しくないことを恥じるようになった。ワルコメを極力打たなくなったと思う。アメン。素晴らしい。まあ、ワルコメも結局、まあ、いじめなんでしょうかね。ワルコメもいじめかな。
誹謗中傷しなくなりました。人の長所に目が行くようになりました。悪コメやめました。嘘？うつが治りました。人を差別しなくなりました。ハレリア。愛を持ちました。友達ができました。人の悪口を言わないようになりました。イエス様のおかげで人を傷つけるようなことがどれほど罪なのかが分かりました。希望の光が見えました。パワハラを受け続けていますが、許せません。許しましょう。一生イエス様についていきます。一生イエス様についていきます。人を傷つけたことを反省しました。陰湿な行動をやめました。人種差別やめました。イエス様のように優しくなりたいです。許せるようになりました。愛を持って人と接することができました。ニートで親に虐待されてますが、この放送だけが救いです。親を許しましょう。生きてて楽しいと思えるようになりました。ハレルヤ。笑えるようになりました。不眠症少し改善しました。便秘が治りました。人の放送を荒らさなくなった。この放送で本当の愛と笑顔を知り手に入れることができました。部屋が明るくなった。手が震えるのですが、祈ると改善します。早寝早起きができるようになりました。聖書のコーナーの弾幕も許せるようになりました。悪いことをしたら心が何も感じなくなりました。昼夜逆転してて寝ててもこの放送前には起きれるようになった。十字架を見て私の悪いところを悔い改めました。アメン。キューちゃんの放送が毎日楽しみになりました。牧師様のお導きに感謝します。
十字架が私のすべてです。アメン。きーちゃん、まいちゃん、ありがとう。本当にありがとう。ご自愛ください。遊戯王をやめました。町田からエネルギーが溢れています。イエス様の愛と教えを広めれば日本は霊的に開かれます。伝道放送でもっと聖書を取り入れようと思います。アメン。素晴らしい。暴力がどれだけ人の精神を苦しませるか分かりました。アメン。この放送を道徳の教材にしてもいいですか？いいですよ。いいですよ。あの、YouTube はですね、あの、なんですか、著作権をフリーにしてますので、あの、その、使ってもいいですね。使ってもいいです。キューちゃんが御言葉をまっすぐに語れるように続けて祈ります。ありがとうございます。イエス様って本当にいるんだな。感心。アメン。キューちゃんみたいな父親が欲しいです。ありがとうございます。キューちゃんの偽ホームページ作るのやめました。アメン。ありがとうございます。妻の浮気も許せるようになりました。素晴らしい。意味不明だったリバイバルが信じれるようになりました。信仰に逆らわず生活を送ってます。皆さん、心の中にイエス様の愛で溢れますように。十字架の国が戦争で儲けているのはなぜ？キリスト教の国だからといってクリスチャンが多いということではないんですね。やっぱり特に欧米はちょっと形骸化しちゃって、クリスチャンが減っています。ヨーロッパもクリスチャンが減っちゃってます。はい、ありがとうございました。神さんの愛より神様の愛が大切だと分かりました。妹の友達に聖書を見せていろいろ伝道しました。アメン。 NHK でこの放送流れてほしいです。アメン。怒らない姿勢は尊敬し見習います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。この放送がますます信じるようになりました。アメン、アメン、ありがとうございます。はい、ファイナルメッセージ。いきましょう。ファイナルメッセージですね。キリスト教を入信すれば、主のように心の広い人になれますか？なれますよ。なれます。なれます。なれます。御霊によってなります。神様の愛によって変わるのです。自分の力では変わることはできません。神様の力、聖霊様の力で人間は変わるのです。これがキリスト教です。これがキリスト教ですね。はい、それではですね、本当にニュース見るとですね、もう本当に、なんかこう事件が多いですね。事件、殺人事件とかね、暴力事件とか本当に多いです。
もうニュースなんかもう本当見たくない、見ない方がいいぐらいだと思うんですが、そういう、まあ、暴力事件とか殺人事件 の、 その根本的にはこの罪というものが、原因なんだよということですね。イエス様を信じて一番自慢できることは心が穏やかになったことです。これ大きいですよね。やっぱり心が変わる、これとても大事なポイントですね。お金があっても心がですね満たされてなかったら、幸せじゃないんですね。やっぱり心が満たされて、神の愛で満たされて、これが本当の幸せではないでしょうかね。神の愛で満たされることが本当の幸せ。お金があっても、ね、イライラしたり、お金があってもカリカリしたりですね、その憎んでたら、人を憎んでたら、これはお金があっても不幸ですね、不幸です。本当に本当の幸せは満たされることですね。神の愛で満たされること。皆さんがこの部屋に来てですね、ぜひですね満たされてください。イエス様は皆さんを愛しています。イエス様は皆さんを愛しています。イエスキリストを通して罪が許されます。信じてください。そしてそれを信じると愛を受けます。イエス様を信じると愛を受けるのです。イエス様を信じると愛を受けるのです。今皆さんは受けているのです。油注ぎを受けているということは神の愛を受けているのです。神の愛を受けているのです。求めるものは、信じるものは受けるのです。皆さん受けてください。神の愛を受けてください。神の愛を受けてください。神の愛を受けてください。もう本当に聞いてるだけで変わっちゃうというのは、皆さん、まあ、受けてるからです。神様の愛欲しいですか？神様の愛欲しいですか？欲しいと思えば受けるのです。皆さんがね、こうやって毎晩毎晩聞いてくれるというのはですね、聞いてくださるということは、もう求めてるからです。求めてるからです。そして皆さんは受けてるのです。愛を受けてるのです。だから変わるのです。だから変わるのです。もう本当に聞いてるだけで変わっちゃうというのは、それはもう受けてるからですね。油注ぎを受けてるからです。油注ぎを受けてるから、油注ぎを受けてるから変わるのです。油注ぎを受けなかったら変わることはできないのです。人間の心を変わることはできないのです。油注ぎを受けてるから変わるのです。油注ぎを受けてるから変わるのです。アメン。そうですね、まあそういうわけでですね、本当の問題は、お金がないことが問題じゃないんだということですね。本当の問題はその神の愛がないことが問題なんだよ、いじめが問題なんだよ、愛がなくて人をいじめてることが問題なんだよ、それが本当に社会の問題なんだよ、人間の問題なんだよということに気づいてほしいのです。そしてイエス様によって愛することができるんだ。このイエス様は、私たちを愛するために十字架にかかって死んでくれました。ここに愛がある、ここに愛があると書かれています。十字架から愛が流れると言ってもいいでしょう。イエス様は私たちに、愛をくださるために、愛をくださるために十字架にかかったと言ってもいいでしょう。十字架から流される血、十字架から流される血が愛だと思ってください。十字架を見上げて、ああ、私のために死んでくださったんだ、私のために身代わりにかかって死んでくださったんだ、そこに神の愛を感じます。そこに神の愛を感じるのです。皆さんが、ああ、私の罪を許すためにイエス様が十字架にかかって死んでくださったんだ、私の罪を許すために身代わりに罰を受けるためにイエスキリストが十字架にかかって死んでくださったんだと信じるときに、皆さんは神の愛を受けるのです。神の愛を受けるのです。こんな自分でも愛してくれるのか、
こんな自分でも許してくれるのか、こんな自分のためにも、こんな自分のためにもイエス・キリストは死んでくれたのか、そこに神の愛を感じるその入り口があるのです。神の愛を知る入り口があるのです。十字架を見上げてください。十字架を見上げてください。そこに神の愛が、見えるのです。神の愛が見えるのです。神の愛によって、神の愛によってイエス様は十字架にかかったのです。誰でも十字架を見上げて悔い改めてイエス・キリストを信じるならば、神の愛が流れるのです。神の愛が流れるのです。神の愛が流れるのです。神の愛が流れて、神の愛が流れて、皆さんの心は満たされるのです。ああ、愛されてるのか。ああ、愛されてるのか。ああ、こんな自分でも愛されてるのか。誰も愛してくれなかった。親も愛してくれなかった。家族も愛してくれなかった。友達も愛してくれなかった。誰も愛してくれなかったけど、こんな自分を愛してる人がいるのか。イエス・キリストが自分のことを愛してるんだ。イエス・キリストが自分のことを愛してるのか。それを皆さん知ったときに、信じたときに愛が流れます。愛が流れます。イエス様の愛を感じます。イエス様の愛を感じます。皆さんは愛されているのです。皆さんは愛されているのです。イエス・キリストが皆さんを愛していることを信じましょう。信じましょう。愛を受けてください。愛を受けてください。皆さんが愛を受けることによって、皆さんは人をいじめることをしなくなるでしょう。愛を受けるときに皆さんは虐待することをしなくなるでしょう。愛を受けるときに皆さんは差別することがなくなるのです。問題は愛がなかったこと、本当の愛がなかったこと、本当の愛がなかったことが問題だったんだということなんです。ですから今日、愛を受けてください。愛を受けてください。愛を受けてください。今、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 愛を受けてください。人間は愛が必要なのです。人間は愛が必要なのです。皆さんには愛が必要なのです。愛は喜びに変わります。満たされてください。ああ。こんな自分でもいいんだ。こんな自分でも生きていいのだ。こんな自分でも愛されるんだ。満たされてください。満たされてください。安心してください。喜んでください。喜んでください。神の愛を受けることができることを喜んでください。喜んでください。喜んでください。そして皆さんが、愛によって満たされて癒されてくるときに、今度はですね、皆さんが、愛せるようになるのです。皆さんが愛せるようになるのです。皆さんが愛せるようになるのです。そして社会に神の愛が満ちていくのです。砂漠のように乾いて愛のない社会、もうね、もうみんなが傷つけ合ってる社会、この傷つけ合ってる社会の中で、皆さんから愛が流れていくのです。日本に必要なのは神の愛です。日本に必要なのは神の愛です。神の愛です。皆さんの家庭に必要なのは神の愛です。皆さんの会社に必要なのは神の愛です。皆さんの学校に必要なのは神の愛の愛なのです。皆さんから愛が流れていきます。皆さんから愛が流れていきます。皆さん、どうぞ、愛の器になってください。愛の器になってください。愛の器になれるのです。それではですね、招きをしましょうね。招きをしましょう。もし皆さんがですね、親に虐待された、家族に虐待されたという人がいたらですね、その自分をいじめた人は許してください。自分の、いじめた人を許すことによって心を癒されます。その自分をいじめた人
憎んでる人はこう言ってください。イエス様、その人を許します。イエス様、自分をいじめた人を許します。誰々を許しますと言ってください。イエス様、誰々を許します。誰々を許します。誰々を許しますと言ってください。許します。思いっきり言ってください。誰々を許します。また、本当に愛がないことが分かった人、ね、人を愛したいと思う人、また自分が神様の愛で愛されたいと思う人、アメンと言ってください。イエス・キリストを信じて神の愛が欲しい人、また神の愛で人を愛したい人、アメンと言ってください。アメン。もう傷つけ合うような人生じゃなくて、愛し合う人生を始めたい人、イエス・キリストを信じて、愛し合う人生を始めたい人、アメン。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 テドド様、世の中には虐待されて、暴力を振るわれて、傷ついている子供たち、傷ついている女性、傷ついている老人、傷ついている障害者の人がたくさんいると思います。日本にも世界にもたくさんいると思います。あなたはご存知です。そしてあなたは悲しまれています。そこには愛がなく、神の愛がなくて、罪があり、その罪のゆえに弱い者いじめ をされています。弱い者いじめ、まさにそれはサタンの仕業。罪人である人間がサタンによってサタンの代わりにいじめています。サタンの代わりに弱い者いじめをしています。どうぞイエス様、一人でも多くの人が悔い改めて、一人でも多くの人が悔い改めて、イエス様の御霊によって解放され、罪から解放されて、いじめなくなり、いじめをしなくなりますように、虐待をしなくなりますように、暴力をしないようになりますように。イエス様、罪の奴隷では、悪いことをしてしまいます。しかしイエス・キリストによって悪いことをやめて良いことができるようになります。そればかりか愛せるようになります。神の愛で人を愛せるようになります。奇跡です、奇跡です、奇跡です。神の愛で人を愛せるようになります。奇跡です。それで初めて社会が良くなります。イエス様、日本に必要なのはあなたです。日本に必要なのは神の愛です。日本に必要なのは神の愛です。イエス様、日本に愛を注いでください。あなたの愛を注いでください。神の愛を注いでください。イエス様、今アメンと言った方々に愛が注がれますように。アメンと言った方々に愛が注がれますように。彼らの心が愛に満ちますように。神の愛で満ちますように。神の愛で満ちますように。神の愛で満ちますように。満たしてください、満たしてください、満たしてください。癒してください、癒してください。あなたの愛の人生が始まりますように。いつも愛で満たされますように。満たされますように。本当に満たされますように。心が満たされますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、ハレルヤ、アーメン。ありがとうございました。また明日。おやすみなさい。シャローン、シャローン、シャローン。愛されてください。おやすみなさい。シャローン、シャローン。アーメン、アーメン、アーメン。